あります。1.2ぐらい。野菜炒め。今日はね、これだけ。本当はスープも食べたかったんですけど、ちょっと作るのがめんどくさかった。俺最近ね、最近つうか、俺しょっちゅう下唇を噛む癖があるんですよ。しょっちゅう。で、一回噛み出すと、こう、意識して食べることがあるから、また噛むんですよね。もうだから、ここの辺をガチって噛んで血が出てる人、そこまでガチって噛むんですよね。ずっと治らないっていう。うまく噛んでるから、この辺がちょっと潰れてるでしょ。それを避けながら食べなきゃいけない。そしたらまた噛む。こうやって、べちゃくちゃべちゃくちゃ喋りながら食ってるわな。ちょっとこう。これは、えのきと、喋る、気をつけない。これやばいよ、ここ。ほんとここ2日ぐらい、3回ぐらい噛んでる。で、今のが一番痛かった、なんか、えのき、揚げ。これがうまい。揚げ。えのき、ネギ、空心菜。やばい、また噛みそう。やばいことになってるかも。今、見たくない。見ると、見ると、なんかね、ショック受けそう。あれ？ちょっとなんか、鬼太郎みたいになってんやん。鬼太郎？あぶね、今一回噛んだ。れは危険だぞ、かなり。やばい。あ、また噛んだ、今ちょっと。なんか噛みすぎて、多分膨れてるんですよ、ここが。そこを、ほら、膨れてるから、こう噛んじゃうんですね。歯の間に入ってきて。でもなんかこう、食べ物がこう、口に染みるとか、それはないですね。それがあったらもう、食べられないね、辛いから。ゆっくり噛まないと。しかも左で。
普通食べるの早いけど、こんなにスローで食べるの。ちょっと空心菜も入ってるけど、味付けが辛いから、空心菜もネギもわかんない。でも、これは参ったな。このまま行った。5時か。こんな。気持ち的には、もうちょい辛くてもいいか。このすりだったら、あんまり好みじゃなかったんですね、ちょっと。多分こう、何かと比較しようとしてるがダメなんですね。これはこれだと思って、食べてみよう。おいしい。ちょっと辛いのに辛いの入れたらめっちゃ辛くなるっていうわけでもなく。ただなんか、辛さの味が変わるっつうかさ。なんかニュースでね、なんかこうな、なんだったっけな。変なニュースが上がってたな。ろんなとこでさ、構わない。いろんな国で争う起きてんじゃない。なんかそういうのをこう見てると、やってんのってさ、上のさ、人間じゃん。民間人さほど興味ないよね、はっきり言ってね。どの国もね。どの国もってわけないけども。それの巻き添え食らってんのってさ、人間とかさ、あと他の生物ね、あと地球全体も、人ってさ、昔から人類が、何かをこう支配しようとしてる人の下につきたがんのかなっていう、その要はリーダーが欲しいわけですね。まあ、人間だけじゃなくても、いろんな、ね、虫だって動物だってわけだ。リーダーを作りたがるよね。まあ、そういう、生き物なんだろうね。そう思う。
こんなこと思った。例えば、人間がね、進化していく中で、先祖はゴリラでしょ？チンパンジーでしょ？チンパンジーが一番近いって言われてるな。そう、チンパンジーが、チンパンジーとかゴリラとかも遺伝子がぐーずーっと繋がってるわけじゃん。でももしか、例えばね、チンパンジーじゃなくて、怠け者って動物いいんじゃない？ね、その動物はちょっとどういうあれかわかんないけども、なんかほら、おっとりして、ね、もちろん食べていく、今まで生き抜いてきたからこそ何かをこう戦ってきたんだろうけど、動きが遅くてっていう感じするんじゃないですか。あ、なんかおっとりしてそうな、まあ、イメージですよね。もしも、例えば、もしもこの怠け者が、この人類、この人間にならずに、人間、チンパンジーがこう人間になっていくのではなくて、怠け者からこう道が分かれていった、どういう、知能を持った生物にどんどん変わっていった、どんな、世界になってたんだろうっていうのをね、考えたんですね。昨日か今日か朝か忘れたけども、そういうことを考えた。ね。すごいな。そういうことをね、よく考えるんですよ。それだけなんですね。他の星の生命体は、言葉も違えば、もしいたとしたら、葉も違えば、見た目も違う。星の重力も違えば、大気の気圧も違う。ね、そこで生きていくために、まあ、気温も違うし、そこで生きていくために、進化していく生物っていうのは、おそらく全く同じ人間になるとは、俺は思わないわけ。ね。でもそこで進化をもししていった、この生命がいたとしたら、生き抜くために生命っていうのは戦っていくんだけども、まあ、この地球上みたいな、生き抜いていくんだよ。でも、例えば、それが本当にそうなのかっていう、そうじゃない、生命があったとして、それが進化していった場合、何が起こるのかなとか、よく考えるんだよ。そういうこと。ちょっと不思議なことをよく考える。なんで俺がそういうことをよく考えるかというと、あまりにもこの地球上のこの人類っていう生き物が、本当にもちろん私も含めですけどね。もう、って感じ。もう欲の塊。そういうことを考え、人間が全く知らないこと、人間の考えのプロセスにない、もう全く違うプロセスの道があったとしたら、実際人間がわからないことっていうのは、山ほどあるんですね。例えば人間は、宇宙の果ては終わりだ。終わりがない。終わりがある。言ってね。わかんないわけですよ、結局。結局、なぜ終わりがあるのかって言ってる論はね、要はそこから光が、最後の光が届くまでの計算すると、
それ以降の光は出てこない。じゃあそこが終わりじゃないかって言ってるわけですね。でも実際行ったわけじゃない。だから、あくまで、まあそういう仮説ですよね。その、宇宙がどうなのか。他の星がどうなのか。そういうことを今やることよりもね。今この地球を少しでも戻さなきゃいけない。少しじゃ足りないよな。本当に、もう、葉はないよね。言葉あるけど。やたらピーしか出てこない。言葉しか出てこない。もうちょっとご飯あればよかったかな。もうこれダブルぐらい食えたな。おかずだけで残っちゃったよ。まあこれ明日のおかずにご飯のおかずにもできるけど。ちょっとしか残ってないからね。これだと、なんか、これをどうやって温めるかして。ご飯を炊くでしょ。ご飯を炊いて上に乗せる。乗せるんです。熱々にはならないけども。温かくなる。それだったら、なんか安いマイクロウェーブでも買おうかなとかさ。もうすぐそういう発想ない。いったまで今ちょっと噛んだ。4回目。物を増やさない。ゴミを出さない。冬を越して、今冬のために貯金をして、ただひたすら貯金をしていく。で、次の活動のために使う。これは食費だったり、市街地を抜けるとき、市街地に入った時の、ビジネスホテルだったりとか、ゲストハウス、失礼。ゲストハウスだったりとか、まあそういうとこに避難するときのお金をこう少しは持っとかないと。ほんで、それを繰り返すわけだ。言うとね。自分が納得がいくまで。納得はいかないのかもしれないけど、どっかで区切りを打つかもしれない。その時がアフリカに行く時だと思ってる。でもどんどんこれが、地球の環境悪くなっていくよ。どんどん。見たこともないような異常気象が山ほど世界中で起きてる。あれでも人々はわからない。
自分らだけは困るんですね。で、元に戻そうと頑張るわけで、自分らの生活を元の位置に戻そうと、そこに破壊をつけていくわけ。自分らの欲を抑えてでも、我慢してでも地球を元に戻そうっていう考えを取らないんですよ、これ。欲を優先するんですよ。だから、アフリカなんかもそうだけど、俺がアフリカに今後行く予定にはしてね、まあ最後のチャレンジというか、人生最後のチャレンジというか、もっと今以上に生きづらい場所になってるかもしれない。新たなウイルスとか、今までにない、病原菌だって、そういうのも、まだまだこれが出てくるな。異常気象で生態系が変わっていくので、ここにすごい問題があるわけだな。生命体の生物多様性が壊れていって、これは人類が起こしていることで、それがどれぐらい重要なことなのか、どれぐらい人間がやってはいけないことを続けているのかっていうのを真剣に考えないといけない。これ伝えていかなきゃいけない。目を覚ませ。